はい、えー、どうも、えー、ポールモンキです、えー、と昨日なぜ英語を学ぶのかというのを、えー、お話をしたんですけども質問がありました。えー、ということで「属なぜ英語を学ぶのか」ということで結論としては、えー「正しい情報を得るため」ということを申し上げたんですけれども、えー、翻訳アプリがあるじゃないかと。これで、えー、英語を学ばなくてもですね、えー、情報を得られるんじゃないかという話がありました。えー、結論から言ってそれは できません、えー、例えばですね、えー、なんでクレディ・クレディスイスっていう大銀行が潰れたのかということを、まあ、BBC がまず発信してますねそして英語版の記事にもなってますで、えー、アメリカニューズウィークもありますね、まあ、さまざまな英語媒体での、えー、メディア、えー、ニュース番組のものが文字化されたものだったり新聞だったり雑誌だったりがあります。あとは えー、イギリス政府のホームページアメリカのペンタゴンのホームページ国防総省のあーホームページですねあとは、えー、国務省のホームページだとかあとホワイトハウスのホームページだとかあとはいろいろな政治家とか、えー、評論家のツイッターだとか、えー、そういうものがありますでそういうものを翻訳アプリにかけるとどうでしょうか、えー、単語はですね基本的には、まあえー、それなりに、えー、翻訳されていきますけども単語と単語のつながりというのは、えー、微妙なものがあります絶妙なものがありますその 政治文書だったりあとは新聞とかのあとは分析記事だったりするとその文章文章の行間に様々な内容が含まれているそれを我々読み解かなかったら本当のことはわからないわけですこれは日本語も一緒ですね文字通りのものは分かってもさらにその奥の真意っていうのがあるわけですからそのためには自分で読むしかないんですよ自分が 英語の構造を理解して英語の論理を理解した上でそれを読むことによってやっとわかる正しいことがわかるだから、えー、日本語はもう十分もっと、えー、力を伸ばすのは当たり前ただ、えー、外国語1個だけでいいですよ英語で自由自在に読めるようになるだけでいいだと思いますね他の外国語が別にいいわけですから、うん、翻訳アプリはそうですね道で人になんかこう外国人に物を引かれてどうしてもまあ 教えてやるがっていう時に翻訳アプリで伝えてあげればいいわけでそれは通じますよ。うん、あとはえ話せるようになりたいそういう人いますね。で日本の環境においてこれも結論から言いますと日本の環境においていくら小学校からやろうがえ話せるようにはなりません。それはもうしょうがないです。え逆にどうやったら我々話すようになるかというとですね、えー、と脳はもう あの言語が話せるようになるようなシステムも備えてますから必ず話せるようになりますただ条件はですね例えば、ー、英語を話せるようになりたいんだったら英語の環境に行くしかないと必要に駆られるしかないあの江戸時代のロシア国水無端のね話が井上靖が書いてますが、えー、日本の商業船がですね鎖国中ですけども鎖国中ですから外国に行っちゃいけない、えー、もちろんその日本国内での、えー、航路を行こうと思ったら えー、ロシアに着いちゃったんですね20人ぐらいの、えー、商人がですね。でもちろんその外国に行ったことだけで切腹や死罪な時代なので、えー、と自分たちが今から、えー、日本に普通に戻ったら、えー、捕まるわけですよ。だから えロシア政府を通じて自分たちはたまたまロシアに漂着してしまってロシアの政府の保護のもと日本と交渉してもらって日本に帰ってくるとそういうルートを取らないと自分たちは殺されてしまうわけですよね。ですから、えー、まず、えー、もうロシアの東側に着いた彼らは、えー、なんとかまずロシアの首都に行ってロシア政府の人と話さなきゃいけないんですよ。ででももロシア側は全くわかんんないんだよでどうすんのののの生きるたためにはその現地の人たちの えまず名詞から、えー、動詞からそこからあの聞いたもの動作を見て、えー、ロシア語を習得して行くしかないじゃんだからもう必死になって20人3ヶ月ででロシア語ペラペララすよねそ,んなもんですそれで結局その商人たちはちゃんと、えー、モスクワまで行ってロシア政府のえ理解を得てでそのままロシアの船に乗って日本に帰ってこれたんですよ。 あとはアメリカに流されちゃった人とかねそれもジョン万ジ郎もそうだと思いますがあのとにかく英語しかない環境に流されちゃってそこで必死に生きようと思ったら言語っていうのは学べるわけです。でもまあ皆さんがですねそうやって漂着していくって必要はないので、まあ、留学っていうのはそれはいいことなんです。えーで アメリカにま3ヶ月なり半年なりに行くでえ。そこでもうホームステイ先でえ日本語一切なし。そして学校にも通いますね。そこも一切日本語なし。そしたらもうえコミュニケーションをとるには英語を喋るしかない。習得するしかない。だから、もうぐっと英語を話す力が伸びて帰ってくるわけですね。だから留学って意味があるんです。ただ。 今の留学は結構親切なのでね、えー、向こうの現地に行くとね、えー、日本人のコーディネーターがいたりして助けてくれちゃうんですねそして向こうに日本人なんかがい,るいたりするか日本人とばかりつるんで帰ってくると何の意味もないんですよとにかく留学するには、えー、とにかくまあ確かな人のところにホームステイして学校に行くんだけどそれ以外はもう、えー、英語一切英語しかない状態で行かないとい,い,いけないということですねはいということなので正しい情報を得るために、えー、我々は えと英語の構造理解から文法理解から語彙の理解から語順の理解から、えー、これはしっかりやらなきゃいけないそして話せるようになる必要はありません、えー、読んでわかるそして聞いてわかるですね CNN とか BBC のあれぐらいの、えー、もうぺらぺらっと喋るですね早口の英語も聞けてわかるようになる、えー、そういう力をですね、えー、得るために我々は英語を学んでいますこれをとてもこれからの世界を生きるために必要な力だと思いますはい以上です。